はい、皆さんこんにちは。好きなものは野球と車とスヌーピー、PBS シナリオコンサルタントナイトの、プチ Facebook 講座です。今日はまあどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、自分のタイムラインは他の人にどんな風に見えるんだろうっていうのを、ちょっとやってみようかなと思います。タイムラインはわかるよね。タイムラインはまずホームってわかるのかな。 Facebook を開けた、この一番最初のここがホームで、タイムラインっていうのはここに自分の名前があるんだけど、私だったら藤田和美って、でこれをクリックするとタイムラインに飛びます。飛びます。でこれが、私が自分で見てる自分のタイムライン、そして他の人がどうやって見えてるのかなっていうのを見るのはこの、ホームの横の鍵のマークをクリックすると、私のコンテンツを見ることができる人っていうのが出てくるので、これをクリックするんだね。そしたらこの一番下のところのここに、自分のタイムラインがどのように表示されるかを確認するっていうレビューのところがあるので、スヌーピー君邪魔しちゃダメです。はい、プレビューをクリックするとね、これがあなた以外の人があなたのタイムラインをどんな風に見られるかっていうのがここに表示されます。まあどのくらい必要かっていうのは、気になる人がいるからなんだけどね。こうやって自分のタイムラインがどう見えるか、一度確認してみてください。はい、ナイトはですね、自分のブログの中で、こうやって Facebook の、いろんな使い方を解説しているので、よかったらまたこっち側もチェックしてください。はい、空の散歩道で検索です。